積雪した篠脇城の梅城盾堀地区後、高取城の梅城盾堀施城盾堀とは、戦国時代に築かれた城の防御設備。1959年に田中虎吉が初めて報告した。様々な呼び名があり、梅形盾堀、連続空堀り群、連続盾堀り群、城空堀り群、城盾堀り群、多重防御以降、施城粗則。 施錠を注わり、得意施設など、複数の呼び名がある。この記事では、便宜的にうね状縦彫りを使用する。施錠縦彫りの構造は、土イと縦彫りが交互に隣り合っている。空堀りと空堀りの間には、土イがあり、土イと土イの間には、空堀りがある。施錠縦彫りの目的は、少人数で城を守れるようにするため、土イと縦彫りを連続的に組み合わせると、 寄せ手の侵入路を掘り手道だけに制限して、車の周りを切るゾーンにする効果がある。施錠縦彫りは、軽装地域の境目の城で、敵の進撃路に面する側に気づかれることが多い。斜面上に気づかれると、連続縦彫りと呼ばれ、尾根、大地上に気づかれると、連続、掘り切り、連続から堀りと呼ばれる。江戸時代以前には、次の名称があった。現在でも、 次の故障が残っている。九州北部の梅城縦堀の分布黒人領主の秋月氏が梅城縦堀を積極的に建設したので九州北部は世城縦堀がある城が密集する。中でも長野城、馬ヶ岳城、ますます府城、荒平城、津田ヶ岳城は世城縦堀の堀数が100本を超えている。秋月氏の本拠地である古書山城、荒平城、 ますます、浮上や、秋月市の同盟勢力である一万連携高橋市、武前長野市、星野市、白石と敵対する勢力との境目地域には、世上縦彫りの堀り数が多い城がある。東国においては、日本海側、特に新潟県、山形県、秋田県、長野県などの地域で、世上縦彫りを持つ城が多い。一方、東海地方、関東地方、 東北地方の太平洋側、北海道地方には少ない。また、食方形状角、アイヌの茶子は、世タ縦彫りを積極的に築いていない。各旧国内の城の総数に対する、世タ縦彫りがある城の比率は、辞表の通りである。ありがとうございます。